皆さんこんにちは、無課金プロスペース研究家のフォルテです。今回は最強戦まもなく始まりますので、コストリーグに僕は参加するんですが、オーダー紹介と最強戦中の勝率をアップさせるための立ち回りのポイント、簡単なところを紹介していきます。でまた契約書は割と溜めて込んでまして、エース追加ですね、そちらがあったので今回まとめて開封をしていくので、それをしながらまもなく来るであろうミキサーのおすすめ球団とか注意点等をね話していこうと思います。よかったら最後まで見ていってください。ではやっていきましょう。では松井和夫選手の称号チャレンジからちょっと別件なんですけど、先に紹介していきます。まあ、これちょっとこの後コストオーダーの紹介するときにネタバレになってしまうので、だいぶ先日に撮ったやつなんですけど、それを後付けて声入れたものを紹介していきます。でなんでこれ早めにしたかったかっていうと、まあ、オーダー組む上で総力型選手を、まあ、今回ミート型に持っていくことができるので、それができれば他の、まあ、ミート型の選手をちょっと減らすこともできたりとか余裕が生まれるので、ちょっと早めにやったものになっております。で今回は 25% の確率でミート型に持っていける称号が当たるというところなんですが、星3以上に限れば 33.3% となるので、極意書、まあ、あんま持ってないんですけど5冊一気に今回使ってやっていこうと思います。でまあ最悪外れても、まあパワーがっつり上がれば嬉しいかなってとこですかね。まあ、リアタイの使用感正直使ってみて、パワー比が発動しなかった時のちょっとホームランの期待しづらいなっていうところが正直まああったので、そういった面はちょっとなんとか改善したいなというふうに思ったりしますね。はい。で、今回は1回だけのチャレンジです。はい。まあ、もともと A ランク5枚持ってたんで、それで極めにしたんですけど、プラス1面はランキング報酬の選択 A から獲得したので、トツコーチの称号は嫌なので、今回は1回だけのチャレンジで勝負です。33.3%! これが、決まらないっていうね。いやー、うまくなかったっすね。まあ、これは面白いですけどね。めちゃくちゃ足が速い。まあ、使ってて思ったのは、盗塁リアタイですごいできるなって思ってたんで、まあ、今回はちょっと、もう、盗塁しまくろうかなというふうに思いましたね。うん。っていうところで、今回の称号チャレンジは以上になります。はい。では、称号は決まらなかったんですけれども、最強戦の話ですね。今回僕はコストリーグに参加をいたしまして、今回報酬がこのようになってますので、なるべく上位に行きたいかなというところになってますね。まあ、参加するメリット、デメリットともありますし、オーダーの組み方とかはね、こちらの動画で解説してますので、まあ、興味があってね、今からでも参加したい方は、よかったらそちら参考にしてみてください。かなり急ピッチになると思いますが、やってみていただければなと思います。で、僕前回3000円ぐらいだったので、まあ、それ以上いい成績が出ればな、みたいな感じですかね。そこまでこのコストだけのために仕上げるみたいなことはなかなかできてなくて、通常の D ランクだけ組み合わせたみたいな感じのね、普通に、まあ、ゆるりと楽しんでるので、まあ、2000円とか入れたら、ね、かなり満足かなとは思っております。ってところでオーダーはこんな感じに仕上がっております。まず、スピリッツと最大コンボ、こんな感じですね。で、今回は特殊能力240でね、星3コンボの発動をつなげることができております。120とかもあるんですが、合計240で、どこ行った？こちらですね。このコンボが出るので、まあ、これができたのは、まあ、人数的に良かったのかなっていうところですね。このように野手のスタメンと投手7人かな。こちらが S ランクであれば、合計特能が全員マックスなら240も到達する人数となっております。で、まあ、ある程度の戦力を保ちつつ、まあ、それが一応人数ね、確保できたのは、まあ、やはりこういったスピ解放選手がいたからかなってところですね。まあ、この機能は古い選手でも、このようにコストを変えずにスピリッツを上げることができるというところで、まあ、山崎投手はね、上限プラス400なんでね、非常に今コスパ良くなってるかなと思います。同じスピリッツ3700だと、まあ、他の選手どうですかね、まあ、今永投手は30ですし、佐野選手も30。で、糸井選手は31って感じでね、まあ、背高いと31とかになっちゃうんで、まあ、それと比べるとやはり28なんでね、コスパが良くなってることがわかるかなと思います。であと、掛け選手も一時期スピ解放して使い続けようと思っていた、まあ、今はちょっと外れてるんですけど、選手なので、まあ、それも活かして、ミートパワー A 同士というところで、コンボ貢献よく、コスパのいい選手というところで、今回起用をしております。発動コンボとしてはこんな感じで、まず12球団の特訓ですね。そちらのものと、パワー8人、ミートが8人っていう感じで、総力の余裕があんまできなかったので、まあ、今回は特にそちらは出さずにっていう感じですね。で、ピッチャーは球威型9人。で、スタミナ型が8人っていう感じで。まあ、普段僕は普通のリーグ9位型しか8人揃えられてないんですけど、今回は D ランクとかも含めているので、うまいことそちらも手が回っている状況です。で、ミート A が8人と、特能が240っていうとこが主な星3コンボになってますね。まあ、パワー A とかその辺がうまくね、
揃わなかったのはちょっとステータスがまだ選手ね高くなかったのは気になりますけど、こういった仕上がりとなってます。でそして最強戦中のコストの立ち回りなんですけど、勝率によって先発 S ランクの人数を変えるという点があると思います。まあ、これ上位の方に教わったことなんですけど、まあ、特に一番最初は先発5人、こういった王道で僕はスタートします。やはりここは勝てる相手ばかりがね初日は多いかなというところで、まあ、自分のオーダーがある程度強いとね、全体の中で強いかなと思っている方であれば、このように5人でねしっかりと全勝を意識していくのが大事になります。もし最初からね先発4人構成とかしてしまうと S ランクやはり1敗が明らかにしやすくなってしまって、無駄な負けを初めからしてしまうので、そういうことがないように取れる勝ちは取り壊さないようにっていうところで5人スタートがおすすめになっていきます。ただ対戦相手がだんだん強くなってくると思いますので、そうなってくると、まあ、全勝するっていうのは正直難しくなっていきます。まあ、なので一つ負け試合を作って他の試合をなるべく勝率を上げていくっていう手法があって、こんな感じで先発を中継ぎを変えるっていうことですね。この D ランク選手で一番強そうな相手を見極めて、そちらに弱い選手を当てていくというところですね。でそれ以外のところは、まあ、相手の強さ順に、まあ、自分の中で球威制球の値が高い順に当てていくっていうところをやっていただければなと思います。まあ、大野選手やったら一番高いんでね、合計171かなっていうところなので1番手で、2番手が162、3番手が160、4番手が151みたいな感じで、この球威制球の合計値で自分の中での強さをしっかり決めて、相手の強さを並べてやっていくってところですね。まあ、今回は単純に適性がね、先発中継ぎ今入れ替えただけでよかったので、これがうまく単純にできれば普通にこうやってもいいですし、まあ、今回僕はちょっと原樹選手のステータス少しでも上げたかったので、まあ、D ランクで強い選手を探してった中で、ちょっと山本投手が理想だったんですけど、なぜか1枚ね、最後の最後、山本投手が集まんなくて超4なので、まあ、今回上沢投手にね、若干の捨て上げで今回交代して、こういった感じでやっていこうと思ってます。こんな感じで他の投手と変えたら、なんかコンボがやたら下がったとか、そういうのが起きてしまうとやらない方がいいので、まあ大抵まあ5人構成か4人構成でやっていく人が多いんじゃないかなと思いますね。まあ今回は普通にこういった5人と4人ですね。初日だけ5人、2日目以降はずっとこういった4人体制でやっていこうかなと思っております。で一応毎節ごとに今その時間が空くと思うんですけど、まあ、変更が遅すぎるとたまになんか反映されない時もあるらしいので、なるべくまあ毎節毎節ね試合が終わってすぐ交代って大変だと思うんですけど、できる限りやっていただけると、まあ、少しでも勝率が上がるポイントかなと思いますので、まあ、ただ自動で任せっきりじゃなくてね、その辺もなんかしっかりと自分が采配できてる感があってね楽しめると思うので、そこも頑張っていただくといいかなと思います。先発の当て方に関しては通常リーグでもね使えることになってますので、まあ、セパ限定リーグの方もね工夫していただければなと思います。自分の先発の優劣をつけて、相手の優劣もつけて、それによって、まあ、当て方を考える、一つ負ける一番弱い先発を一番強い相手に当てるとか、そういうのを工夫して4勝1敗なりになってもらうのはいいと思います。詳しくこちらの動画で改めて紹介してますので、よかったら参考にしてみてください。では続いてミキサーの話をしていきます。S ランクをね、投入することで新しい S ランクに変換することができる機能なんですが、現状開催されておりませんか？間もなくかなというところでこの話です。日程が去年がね、5月12、一昨年も11って感じだったので、非常に今年も同じ傾向から来れば近いんじゃないかと思っております。でしかも12日に関してはガチャの終了日となってますので、ここでポジション追加があって、ミキサーっていう形は割と自然かなと予想をしております。まあ、最速だと9日なんですけど、まあ、ほぼほぼ12なのかなというイメージですかね。うん。去年は12ポジション追加時点でミキサーが、開催となってましたので、まあ、今年はプラス1だと11ポジでの開催っていうところを勝手に予想をしております。で次どこが来るかってとこなんですけど、まあ、レフト、ライト、セカンドが野手だとね空いてるんですけど、まあレフトかなと思ってますかね、個人的には。まあ、数的に単純に今外野がね、2枠あるってとこなんで、まあ、どっちか来るってところと、まあ、柳田選手がライトなんですけど、ちょっとそこは温存しつつ、まあ、ライト強い選手も多いですし、まあ、レフト方からちょっと行ってくるんじゃないかなと全体的に思ったりしております。おすすめ球団の話していきます。まあ、これ自チームミキサーする場合のってところなんですけど、やっぱりどっちやるかって言ったらノーマルミキサーより自チームミキサーの方が基本的には、まあ、強い選手が当たる狙いがね当てやすいってところがあるんで、おすすめにはなってます。まあ、ノーマルもいいんですけど、まあ、そっちの場合は本当に強い選手がもう各球団まんべんなく誰も当たってないみたいなそんな感じの人だったら、最初ノーマルで調整していくってのも手だと思うんですけど、まあ、狙いが一球団固まってる状況とかね、そういうのがあれば、やっぱり自チームミキサーの方がおすすめはしたいかなというふうに思ってます。
いや、おすすめは、まあ、僕もやっぱり巨人でとりあえず引くんですけど、巨人が強いですね。もうリアタイム期選手が今のところ10人中7人も、しかもトップクラスに強い選手がね、現役でいるので、ここはちょっともう安定かな。リーグ的にも別にね、ミート型、パワー型、球威型、別に組みにくいわけではないので、バランスよくおすすめなのかなっていう感じはしますね。で、あと中日とかも割と良さそうな感じはします。うん。まあ、柳投手だったり、ビシエド選手。リアタイ的にマルティネス選手、松葉投手も強いしって感じかな。で、リーグ面でもまあ、捨ての高い比較的、キャッチャーの木下選手にもいたりとか、まあ、称号必要ですけどね、ここはね。ってとこもあるので、まあ、割とまんべんなくっていう感じはします。で、次の登場が、まあ、レフトかライトだった場合、まあ、オリックスだったらどっちみち杉本選手か吉田選手なんで、非常に強いので、ちょっと、まあ、その、おすすめ度は、上がるかなとは思ってます。で、あとライトだった場合は、柳田選手が来るんで、千賀さん、柳田さんをね、狙いに行く。まあ、特にタイピン持ちっていうところを、まあ、少し意識したい方は、まあ、そういった面も含めて、この通常場の千賀さんを取りに行くっていうのもありかもしれないですね。ただ他の選手、まあ悪くないんですけど、飛び抜けて巨人みたいにいい選手っていう感じでもないので、ちょっと悩みどころではありますね。ここの考えて、まあ、ミキサーは巨人で頑張って、あんまりソフトバンク手が回んないから、千賀さんはエキサイティングで取ろうかなみたいな感じで思ったりしてます。まあだからエキサイティングで誰を取るかみたいなところも今のうちに決めておくと、まあそれによってミキサーはどうしようかみたいなところも判断できるので、そこは大事かもしれないですね。では最後、まあエース追加来たらいいなってとこで契約書を溜め込んで少し備え始めてたので、そちらをまとめて引いていこうと思います。で、純正向けの話あんまできてなかったんですけど、ミキサータイミングだけ注意点かなと思います。やっぱ深追い注意って感じかな。一応今後の追加もまだ、まあ、自チーム的には使いたい、オーダーに入れたい選手が来るはずなので、そういったところに備えて、今 S ランク使いすぎちゃうと、その選手たち獲得、なかなか難か、当たらないかね。難しくなってくると思っちゃうので、まあ、今 S ランク使いすぎずに、まあ、ある程度補強を今回できると思うんで、まあ、少しやっていいんですけど、やりすぎ注意ってとこはあると思います。で、12球団の方だと、まあ、今回逆に、やりきっちゃう感覚でいいと思いますね。あんまり増えすぎちゃうと、母数が多いと、今度狙いが全然、与えづらくなってしまうと思うので、中2級の方はもう今回、まあ、引くならやりきるっていうところ。で、まあ、次はもう私立11月以降かな、完全移行に向けて、また S ランクは貯め始める。っていうところやっていくといいと思いますね。はい。っていうところで、エキサイティングが出ない宮西投手とか欲しいな。田中将大さんも、まだ可能性あるけど、あんま出なさそうな気がしてるので、この二人が特に欲しいと思ってます。さあ、A ランク持ってないな。多分。あんま補強になってないですね。なるほどね。ワルテさんか。さあ、もう一枚ぐらい来てほしいな。二枚目。悪くない。いい A ランクですね。三枚。やばいな。四枚目。おA ランク持ってないな、あんまりな。阪神ばっかりですね。サラソン。なるほど。全然エース追加とは関係なくて、しかも補強になってないというね。はい。そんな結果となりました。で、ということで、まあ、今回は以上にいたします。無課金初心者向けの動画を今回も作っていきます。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。